疲れ様です。今日も森高千里さんの渡良瀬橋にチャレンジしてみたいと思います。森高さんの、曲を聴くようになってから、あのね、ハマる人のファンになる方の気持ちがね、ちょっとずつ分かってきました。まず声が可愛い、言葉が可愛い、なんとかだわとか、なんとかよとか、今の女子が使わない言葉をねふんだんに使ってますよね。あとはなんて言ってもスタイルがいいし、自分でも演奏するし、すごいすごい人だと思います。ぜひね、あまり知らない方はね、 PV とか YouTube で見てみてください。というわけでやってみますね。渡良瀬橋で見る夕日を、あなたはとても好きだったわ。綺麗なとこでそうだったね、ここに住みたいと言った。電車に揺られこの街まで、あなたは会いに来てくれたわ。私は今もあの頃を忘れられず生きてます。今でも夜雲神社へお参りすると、あなたのこと祈るわ。願い事一つ叶うなら、誰のせいでもない、あなたがこの街で暮らせないこと分かってたの。何度も悩んだわ、だけど私ここを離れて暮らすことできない。ありがとうございました。爪が甘いのよ、すいませんね、本当にね、ありがとうございます。いつも見てくださってる方ね、本当にありがとうございます。ちょっとわかります、今日ね、あの照明の位置をね変えてるんですよ。真正面に照明を持ってきてるんですけど、どうでしょういろいろね、見たり見えたり見えなかったり、見なくていいものも見えたりとかするかもしれないんですけど、これも全部私なので、全てさらけ出すということでよろしくお願いいたします。はい、それでは今日もありがとうございました。ではまた明日。じゃね。